はい、皆さんこんばんは。1月16日月曜日、第64回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代ではですね、龍泉寺さんの閻魔大王の閻魔大王図の年に1回のですね、拝観ツアーを NPO 法人夢空間、松代の町と心を育てる会主催でですね、行いまして、約40名ほどの皆さんに参加いただきました。今日の、パーソナリティは三田が担当していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今日のゲストをご紹介いたします。長野市篠ノ井にあります学校法人篠ノ井学園長野俊英高等学校京都研究班の顧問であります、それ顧問でありまして、俊英高等学校の教頭でも教頭先生でもあります土屋光雄先生をにおいでいただきました。土屋先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、長野俊英高等学校と教頭班高等研究班のご紹介をちょっとお願いしたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。俊英高等学校は前は篠ノ井朝日と言いましたけれども、すぐこの川を越えて篠ノ井にあります。はい、でその中で何ですかね、普通高校約600名ぐらいで、はい、真っ白高校とほぼ同じぐらいかなと思うんですけども、はい、中に文化部の部活共同研究班があります。はい、これはご承知のようにこちらの真っ白大本営などを中心に、はい、いろいろ戦争遺跡などの調査活動をしております。はいはい、で現在班員は女子も一人いるんですけども、はい、約22名いらっしゃるんですね。結構いますね。はい、はい、なるほどね。はい、まあ、皆さんで活躍してるっていう形ですね。はい、そうですね。で今回ですね、はい、第12回中部の未来創造大賞、はい、特別賞でなんか中日新聞賞をいただいたっていうんで、はい、そのまあこのパンフレットちょっとお持ちいただいて、はいはい、これ見ていただければあれなんですけども、はい、この未来創造大賞っていうこれはどういうあれなんでしょうかね。これは国土交通省の中部地方整備局とか、はい、中部建設協会、それから長野県なども加わってありますけども、はい、中部5県の人々から推進協議会ができまして、はい、で地域づくりのための活動を表彰し、はい、新しい時代にふさわしい中部の発展と啓発を促進しようとするものということで設けられました。はいはい、でおかげさまでこれは本当に皆様方のおかげだと思いますけども、はい、12回目にあたる今回は約36件の応募がありましたけども、巨大な地下空間を住民とご一緒して守る高校生というテーマで、はいはい、ありがたいわけです。はい、はいあれですね、はい、表彰を受けて、まあ、これ後ろに表彰状っていうのを、ね、はい、ちょっとやってありますけれども、はいはい、この表彰をしていただいた理由としては、はい、やはりこの27年間にわたるいろんな、はい、なんですかね、調査や証言の記録化、冊子化などがあると思います。この中日新聞社賞っていうのは特別賞にあたるわけですね。あ、そうなんですか。はいはいはい、ですね、それ良かったですね。はい、はいはい、まあ、あと、まあ、これ27年間いろいろね、はい、調査やったりなんかしておられて、まあ、冊子屋なんかもちょっと出されてますしね。これはこれも一応冊子の34号目になるんですけども、はい、真っ白台本を正しく知ってもらうということで、はい、Q&A というような形で、はい、作らさせてもらいました。はい、これは立ち退きの時の写真なんですけども、こちらの街歩きセンターにも置かせてもらっていて大変好評で、はい、もうたくさん出ております。はいはい、まあ、内容的なものはまあここにもちらっとね、こういう感じで一応は出ていますけど ね、こういう、ね、分かりやすいように Q&A の方式になっております。はいはいはい、まあ、あと今回も、新しいものもちょっとね、はい、出されましたですけど、はい、これは35号目で、はい、テーマは真っ白には世界に発信されたということで、この去年の夏、はい、松本で置かれました、はい、国連軍縮会議で、はい、高校生セッションでは本校が一番最初に発表させてもらって、はい、大変評価を受けました。はいはい、なるほどね。でこの中には、はい、今写真で紹介してもらいますけども、はい、八田千鶴さんの証言なども載っております。はいはい、なるほどね。
まあ、これが写真のあれですね、はい、そうですね、あのこちらの街歩きセンターでやらせてもらいました、はい、とてもあのもうかなりご高齢なんですよね。そうですね、93歳になりますけど、でもとてもそう思わなくて、はい、あのいろんなあのとても高校生によってためになる話もしていただきましたね、はいはいはい、そうですね、はいはい、まあ、この中にもね、一つまあこういったその白黒ではちょっとあのコピーでちょっとやっちゃいましたけども、これもそう、あの証言、もう一つあの、はい、もう一方として山本和夫様の証言も載せてあります、はい、で山本和夫様も大変あのとてもひいきにしてくださって、はい、あの貴重なその当時のね、はい、中国で の, あの体験をお話してくださいました。あ、ね、はい、まあ、これあの山本和夫さんっていうのも、はい、あのまあ、私ら NPO 法人夢空間の、理事長さんでありまして、はいはい、まあ、真っ白テレビ局 の, あのバックアップもちょっとしていただいた、そうですか、はい、方なんでございます、はい、私どもとてもひいきにしてもらってます、はい、ありがたいことです、はい、まあ、これも一応先ほどね、はい、雑誌の中に冊子の中に入ってた、そうです ね, これは大本営のやっぱりイメージとしてね、はい、ただ朝鮮の人たちだけが苦しんだってことですけど、そうではなくて、はい、それと同時に、はい、あるいはそれ以上に、はい、真っ白町のと西条地区の人々などがね、はい、大変強制立ちの苦しんだっていうことで、はい、その体験のため の, あの一部ですね、はい、これも実際に学生さんとか、やったんです、あのとにかく地区の人とも一緒にやったってことですか。宮城さんや吉田さんと一緒にやりました、ね、でしたね、暑い中でね、はい、うん、はい、これ夏ですか、やったの。夏やったんです、本当はあの、うん、春、やはり夏に引っ越しがあったんですよね。あ、なるほどね、はいはいはい、まあ、こちらの方はあれですか、どういう、これはあの、いろんな案内活動あのあ頼まれてやっているわけですけども、はいはい、これはあの八代高校の生徒、八代高校はあの、毎年2年にが修学旅行で沖縄に行くんですけども、1年生が夏休み補習が終わった後、はい、あのうちの学校の生徒のに先生をしてもらいたいということで、はい、地下号に7クラス来るんですよ ね, なるほどね、それを交代でこう案内している写真ですね。あ、そうですか、はい、これ右側が、はい、あの郷土班の学生さんですね、はい、そうです、はい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 、こちらの方はあれですね、これはあのーとにかく松代大本営というのを国の史跡にしてもらいたいということで、うん、はい、いろんな働きかけをやって、今まで、国に対しては約2500通ぐらい提言を出したんですけども、あの民主党の政権になってから、はい、鳩山さんに来てもらおうと思ってやはりアプローチしたんですね、そしたらあの鳩山さんは忙しくてダメだけども、うん、あの副総理の菅さんが、うん、あの長野に行く用もあるからということで、はいはい、あの視察にしてくださったんですね。なるほどね、はい、はいはい、で今日当然これあのこれが人は菅さんですね、はい、そうですね、で、はい、こちらが北田さんですね、はい、はい、それで、それが私だと思います、ね、MR に書いてるからね、はいはい、で、で校長先生はその後ろにいますね、この方ですね、校長先生はいはい、であとはみんな学生、はい、あの郷土班の方ですね、郷土班の生徒、あるいはこちらの方には吉田さんとか宮入さんという、あ、なるほどですね、あの西条地区の方もいらっしゃいますね。あ、そうなんですか、はい、はい、ありがとうございます。はい、あと、まあ、あのあれですね、その、はい、長野市とか県とかの、はい、提携とかっていうお話もさっきあのお聞きしたんですけども、そうですね、そういった点ではどうですかね。おかげさまで、はい、あの地元の人に大事にされてる通りに今度は、はい、長野市の開発公社の方で、はい、あの善光寺さんと、それからもう一つ松代大本営に、はいはい、たくさんの、 あの修学旅行計画があるみたいなんですね、はいはい、でついては、はい、その真っ白大本営のパンフレット、あの共同研究班でちょっと協力して作ってくれてお出しして、それで今これは開発公社が作ったパンフレットですね。あ、なるほどね。で、あのとってもありがたいことなんですけども、はいはい、あの、真っ白大本営の公開のきっかけを作った高校生が皆様方を案内しますと、うん、それがあのとてもいいあのキャッチフレーズだそうで、はい、あの結構あの反響があるみたいですね。なるほどね、はいはい、これもね、工事で働かされた人々っていうので、一つ文字があるんですよね、はいはい、でその中で、あの津谷先生が27年間一応いろいろ調査研究、ね、生徒と一緒にやったっていうの で、その中であのかつて何百人も犠牲になったって言ってましたけど、高校生の調査では、現場にして落盤起こるような危険なところじゃないので、そんなにその何百人もっていう、死亡したっていうことじゃないんですよっていうようなことを書いて、
って、まあ、多少修正かかってるような形のね、これ私も最初はとても危険なところでね、はい、素人ですからもう真っ暗闇でたくさん亡くなったというふうに思っていたんですけど、いろんな方にお話を聞くと、はい、どうもあそこはトンネル掘りでは危険なところではなかったみたいですね。岩盤強い、大きい、そうそうですね、落盤がありませんからたくさん亡くなったということではなくて、若干ダイナマイトの事故とか病気でね、亡くなりになった方いらっしゃいますけども、はいはい、まあ、日本人を含めてそんなに多くはなかったということ で、ね、うん、やはり私どもは学校ですから、はい、子どもたちにね、間違ったことを教えちゃいけないと思うんですよ、うん、ですから今まで分かったことでは、はい、どうもそれはおかしいんではないかということでね、うん、分かったことを、うん、淡々と伝えてるだけですね。ああ、なるほどですね、はいはい、まあ、引き続いてこれあれですね、はい、まあ、調査研究っていうのは続けていく、ね、そうですね。でありがたいことに松代町の方もね、はい、高校生が一生懸命やってるからということで、はいはい、ご協力してくださって、はい、今までもう160人ぐらいからお、ね、あ、そんなにあれですか。冊子も35号まで出ていて、そういう中で、はい、まあ、完全に正しいかどうか分かりませんが、今分かっていることは、うん、松代大本営というのはそんなにたくさん亡くなった場所ではないと、うん、ということが分かってきた、分かっていますね。なるほどですね、はい、やっぱりそれもみんな一つ一つ27年間やった努力の賜物ということですかね。それからやっぱり松代町の方がね、うんうん、教えてくださったからです、はいはい、なるほどね、はい、分かりました、はいはい。あと、まあ、これも、これは何でしょうかね、はい、これは、これも冊子で、これもね、はい、これはどういうあれですか、韓国のね、はい、中学生が、はい、見学に来るんですよね、県の、県から頼まれまして、はい、案内しました、はい、最初、高校生たちは、とても気が重かったそうですけども、そういったことを話していきますと、はい、あ、日本の高校生も、こういう立場でやってるのかということで逆にね、うん、感謝されたり、うん、褒められたりしましたね、うん、ですから韓国と日本が本当に仲良くなっていくには、やっぱり正しいことをお伝えすれば、はい、かえってお互いのこの胸が開くんじゃないかと思いますよね、はい、なるほどね、はい、まあ、当然これもあれですよね、通訳通してみたいな形になるですね。そうですね、そうです、そうです、はい、そうです、うん、だからやっぱりマスルも、まあ、そういった点ではあれですね、国際化みたいな形のあれにはなりつつありますですね。実はこの2月9日にもね、はい、台湾の大学生が来るんですよ。ああ、そうですか。で市から頼まれて案内しますね、はいはい、あ、なるほどね、何名ほど来られるんですか。約20名ですね。あ、なるほどね、台湾の学生、高校大学生がね。ああ、そうですか、はい、これもあれですか、平和学習みたいな形になるんですか。そうですね、平和学習でやはりそういう叱るべき場所をね、はい、見たいということで、はい、真っ白にこう当たったみたいですね。はい、なるほどね、はい、まあ、そうするとあれですね、まあ、長野市も県もある程度修学旅行の、まあ、これも平和学習っていう形ですね。そうですね、うん、で同時にやはり松代町のいろんなこのなんですかね、残る史跡とかね、はい、それから一番やっぱし私は思うんですけど、松代町の温かいこう雰囲気に触れることが、はい、今後のリピーターを増やすんじゃないかと思いますね。あ、なるほどね、はい、うん、まあ、私らもね、この街歩きセンターでいろいろやってはいますけども、まあ、リピーターでね、ご夫婦で何回も来られたりとかいうのはありますし、まあ、いろんなお客さんが見えて、まあ、本当に、いろんなところから来るっていうことで、はい、まあ、真っ白の中を、まあ、よく見ていただいて、はい、じっくり、ね、はい、見ていただければいいかなっては思いますね。今後私どもこの皆様方にこういうふうに温かくしてもらってますから、はい、このまさしく丸ごと博物館のようなね、はい、この真っ白町を修学旅行生に見せるということは、はい、若い時にいい体験する、必ず今度は大人になってね、来ると思うんですよ、うん、そういう意味でその一助にね、高校生の活動がなればと思って、とてもありがたく思います。なるほどね、はい、まあ、先生今おっしゃった松代は丸ごと博物館っていうね、はいはい、これも NPO 法人夢空間が一応提唱しているあれなんで、はい、まあ、そういった点ではうまく合致するかなと思って、いやいや、まあ、お互いにこうやってね、共同でやっていただければいいかなと思いますんで、よろしくお願いしますが、はいはい、まあ、これ最後になりますけど、これもちょっと見ていただいて、これは国連軍縮会議の時に、はい、この天野という IAEA の、ね、はい、事務局長が特別見えたんです。この真ん中の方ですね。そうですね、はいはいはい、あ、こちらはあれですね、松本市長、杉野屋さんですね、はい、
はいはいはい、でこちらの方は私はあの 外務省の吉田軍需局長ですね。あ、なるほどね、はい、でその後ろに香港の生徒たちが、まあ、あの本当に記念になりますけど映らさせてもらったんですね。なるほどね、はい、分かりました、はいはい、今日はまあ本当にあの長野俊英高等学校の郷土班の土屋顧問ですね、はいはい、お伺いいたしましたんで、はい、まあ、いろいろあのありますけれども、はい、一つ頑張ってやっていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。さて来週のしゃべくる松野なんですけども、こちらにねいらっしゃいます宮林さん、はい、パーソナリティじゃなくてゲストですよね、宮林さんなんですけども、はい、河川愛護協会会長さん、あ、まあ、たまたま、ね、順番でそのような形になりましたけども、それでですねこちらにね、書いてありますけれども、はい、今回は京都町です。そうですね、はい、それでなんか表彰をたくさんされてるそうなんですよね。いや、あのね、表彰されて受けてね、表彰されていらっしゃるんですけども、いや、これはあの、うん、河川愛護会の長年50年以上 この活動に対しての、うん、ご褒美かなと思ってます。なんかいっぱいもらってるみたいな。いやいや、一昨年、北進貢献、はあ、で昨年はあの秋篠宮殿下をお迎えながら、うん、東京で、水大賞、市民活動賞という大変大きな賞をいただきました。まだこれも皆さんのおかげです。まだ他にもまだ表彰されてくる。いや、それは、あ、それはあれですかね、それは来週ですかね。はいはい、はい、それでは表彰をねたくさんされてるんで、どんな表彰をされたかということは来週のお楽しみですか。はい、はい、またあの報告しますだそうですので、はい、それでは来週のしゃべくる場所をどうぞお楽しみに。松代、あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。